阪急8300系電車は、阪急電鉄が1989年に導入した通勤系電車である。本校では、開設の便宜上梅田方先頭車 F を編成名として記述する。本系列は、8000系の京都線、使用、地下鉄境筋線直通対応車として製造された。 営業開始は8000系と同じ1989年だが、8000系が営業開始した1月1日よりもかなり遅れた。車体は新方線8000系と概ね共通するが、中津駅の神戸本線と宝塚本線の離線間隔の問題が発生したことから、企画統一が先送りとなり、車体幅は7300系と比較して50ミリメートル拡大され、3300系。 5300系と同じになった。車内の濃色の木目調下小板、車椅子スペースの設置、側窓のパワーウィンドウ化などは8000系と同一である。8000系の一部編成に導入されている、クロスシートは設置されていない。全面形状は初期型は、額縁スタイルで製造された。1991年増尾の8311回6連からは、 全面の飾り帯が廃止され、後に既存の編成からも撤去された。8000系と8300系の額縁形状については多形式と比較して風圧が大きいとの指摘があり、8300系運用開始後の大山崎駅の JR とのアンダークロス付近では沿線からの苦情もあったという。同じ額縁スタイルの地下鉄60系を借用して比較したが、 60K では、問題はないとの結果であった。これを受けて、以降の 8000K、8300K の増備車では、全面形状を変更した。1993年増備の8303階から、全面が、くの字に傾斜した形状に変更され、全面の表示幕が大型化されている。1995年増備の8304階からは、全面窓が、下部に拡大され、 全面部の車両番号表記も伝承式になった。最終増備車の8315階は扉上部に LED 式の車内案内表示器を設置し、8040系のように FM 大阪のニュースが導入当初から表示されていた。日よけもアルミ製の鎧戸から巻き上げ式カーテンに変更された。また、側面方向膜の位置が気当入車より、 若干高く設置されている。なお、後に8315回には、営業運転開始後に8304回から8904.8984を編入している。1992年増備の8312回では、阪急の車両で初めて地下鉄境筋専用の自動放送装置が取り付けられた。他編成にも設置されたが、 8300回8301回は構造上取り付け不可能なため地下鉄線内では車掌の肉声放送を行う。同じく堺筋線直通用の3300系、5300系、7300系にも設置された。自動放送装置は当初時期テープ式であったが地下鉄の車両より早く音声合成式に交換している。 運転台制御方式は、VVVF インバータ制御で、東洋電気製造製の GTO サイリスタ素子インバータ装置を搭載した。初期車とそれ以降の車両は、インバータ装置の形状や、ジレノンが異なる。初期車は、東洋製 GTO 初期型の制御装置を採用し、それ以外の車両については、東洋後期系の標準的なものである。 打業制御装置も装備しており、設定から時速 3km の速度差になると加減速を行うが、後期車は時速 1km の時点で行うよう改良された。ブレーキは電気指令式ブレーキのハーダマイナス1である。冷房装置は 12,500kcalH3 ロロに増強された。台車は初期車では S 型民電台車を採用し、 FS369A, FS069 FS を装着する。8331回の8331.8451の台車は5200系の発生品を使用する。後期車はモノリンク式ボルスタレス台車が採用され、8332回で SS139 と SS039 を導入8304回より、 SS139A と SS039A が本格採用された。また、C8332 の未半球で唯一用ダンパが搭載されたが、後に撤去されている。パントグラフは当初は下枠交差式を採用、最終増備車の8315回ではシングルアーム式となった。 2017年9月に形式故障が変更された。左が旧形式、右が新形式。車両番号は原則として8連7連で建造された編成は8300番台、6連で建造された編成は8310番台、2連で建造された編成は8330番台となっている。 工場公開時の記念撮影用に作られた8302の前頭部モックアップ2011.58小弱工場にて8300回の大阪方の8300と8301回の京都方の8401は改造により腰部が埋められ空気抵抗に対する実験的要素で全面下部の東華類周りを一段高くした形状となっている。ただし、 神戸線所属車で行われた、額縁改造は本系列では行われていない。2015年より全商灯が LED に交換された編成が発生し、現在は中間封じ込めの車両も含めて、全編成の交換が完了した。2014年10月から運用を離脱していた8315回は、VVF v, v インバータ装置と、手電動機の足移交換が行われ、 2015年5月18日に本選手運転が行われた1300系や7300系 VVVF 更新車とは異なる 1C4M1 軍制御であるが同一のユニットを採用することで機器の共通性を確保している。その後も8302回、8330回プラス8310回、8303回も同様の交換がなされている。 阪急ミュージアムに移された五千二百五十一の代わりに工場公開時の記念撮影用に八千三百二の前頭部モックアップが制作されている。登場当時は八両固定編成のみで運用も京都線の急行のみに限定されていたが二千十九年現在では八両編成は京都線内の特急、通勤特急、快速急行、快速、 準急、普通土地里線、大阪メトロ、堺筋線の普通、堺筋準急に使用されている。降落期には8両編成のうちにプラス6、両編成の6両側が、梅田駅嵐山駅で臨時運転される、快速特急、佐賀野や嵐山線で通常運用されている4両編成の6300系のダイソーとして、線内折り返し運用に充当される。 2019年1月のダイヤ改正までは、土休日運行の快速特急、K トレインが検査などで運用につけない場合は、ダイソーに入っていた。ダイヤ改正以降は、改正初日から2月17日まで快速特急 A、K トレインが検査のため、本系列が、ダイソーに入っており、快速特急についても、K トレイン宮比楽が、営業運転を開始する2019年3月23日まで、 本系列がダイソーに入っていた。快速特急 A については本系列によるダイソーであっても13駅は通過扱いとなる。8 3 0 0系は総数84両が阪急電鉄から京満諸島のリース会社である S&H Railway CEO Limited に2002年3月29日付で売却され、そこからのリースによって使用するようになっていた。その後、 2007年の契約満了後に阪急電鉄に買い戻されている。京都ラッピングの8313回、ことは2003年に落成口駅開業を記念したラッピング列車として運行された。車体には落成口駅のイメージキャラクターである楽姫ちゃんが描かれていたほか、7300系7321回にも、 同様のラッピングが施されていた。8331回プラス 8312F は2008年12月1日から2009年7月31日までの間、先頭車の車体側面までラッピングが施され、車内広告も環境をテーマにしたものが掲載されているエコトレイン未来の夢、待ち号として運行された。 8332回プラス 8313F は2015年1月17日から2017年11月まで京都方面の名所旧跡を散りばめたラッピングが行われていた2015年2月22日までは K トレインに運用される 6300K6354 回が検査入場で運用から外れたためその代走として 梅田駅河原町駅間の快速特急の運用に入っていた。2015年3月には一般公募でことという愛称が付けられた。当初は2016年3月までの運行予定だったが、その後、神戸線、宝塚線にもラッピング列車が登場し、両線のラッピング列車に運行期間を合わせる形で2017年11月まで、 期間が延長された。こととしての運用期間中は、車内照明も電球色のものに交換されていた。2019年1月19日から4月16日まで、神戸線の8000回をステッカーにて、全面創価飾り帯 H マーク、旧車掌を貼り付け、デビュー当時のスタイルに復元し、両線当社にヘッドマークを掲げた、記念列車として運行していたが、 公表のため、記念列車の第2弾が運行されることとなり、京都線にも登場することが決まった。2019年5月24日から8300回に装飾が行われている。なお、梅田より先頭車の8300は、全面改造がなされているが、そのままの状態で飾り帯が装飾される。ヘッドマークは、神戸線、宝塚線とは異なるデザインとなる。 ヘッドマーク形出は9月30日まで行われ、それ以降は純粋なデビュー当時のスタイルで運行する。当初は11月1日までの予定だったが好評のため、2022年前半頃まで延長されることとなった。装飾期間延長の発表時に、クラシック8300の愛称が付けられた。2012年4月1日現在、 C は中間運転台の位置を指す。ありがとうございます。